Just
今日初めて見たけど、あの、もともと知ってて初めてライブに来たよって人。お、初めてなのにうちが作ってきてくれたの？ありがとう。あの、今日は初めましての方もすごく多いのかなって思うので、あの、改めて自己紹介をさせてください。あの、普段は東京で、活動してるんですけれども、今年は、2024年8月1日に、ゼップ新宿を控えております。ありがとう。そしてその8月1日のために、今少しずつ少しずつキミカを知ってもらいたいなと、そう思って、たくさんのライブとか配信とか、いろんな媒体で歌いを届けております。ちょっとまだまだ、チケット発売が今月末なので、どれぐらい集められるかわからないんですけど、今日もし少しでもいいなって思ってくれたら、ぜひここから先の未来の私がどんなライブをしていって、どんなステージに立っていくのか、あの時ロッジで歌ってた子見つけたよって、俺早い段階で見つけたよ、私昔から知ってるよって言ってもらえるようなアーティストになりたいと思いますので、よかったら8月1日応援しに来てください。普段は私が皆さんへの応援歌を歌ってます。でもそのためにまずは私が頑張らないと、と私が頑張ってる姿を見てもらって、キミカが頑張ってるなら明日もう一日頑張ってみようって、そんな思ってもらえるような、こう歌を届けて姿を届けていけたらなと思っております。今日出会えたこと、きっと偶然じゃないと思うので、ぜひ覚えて帰ってください。よろしくお願いします。では最初の3曲はアップテンポな曲をお届けしたんですけど、次の曲はリリースはしてないんですけど、今日後ろでピアノを弾いてくれてるリキちゃんが作ってくれた曲です。リキちゃんです。はい、改めまして久々にリキです。今日はちょっとレアなライブなので聞いてください。さよならを言えるまで。ひとつはまた合鍵をまた見つめてる、見慣れたからのストラップに君を見てる。二人で終わってくのはこんなにもあっけなくて、あんなに一緒にいたのにさよならも言えない。いつも通りの夜のはずなのに、こらえきれず君は涙流した。これを最後のキスにしよう、そう言ってまた強く抱きしめた。こんなにThank you.
バレンタインの格好しとったのにそう、今日はバレンタイン、そんな素敵な日に、そんな素敵な日の夜に皆さんお時間作ってくださって本当にありがとうございます。私からも最高の贈り物を聞いてください。 Love Story。
こうステージに立つときはいつもなんかセッションするみたいにライブをしてるんですけど、今日は特別にリクエストコーナーを設けようかなと思います。一曲だけ、皆さんもし好きな曲があれば、これ歌ってっていうのがあればリクエストしてください。うろこ早い、うろこ、うろこできますか、リキさん。 OK、 ナイスリクエスト。うちわまで作ってくれた甲斐がありました、ありがとう。ちなみにあのこのうろこがですね、結構リールでも TikTok でも再生されてて、もしかして SNS で見たことあるよっていう人いますか？お、結構いますね。じゃ あのまだ見たことない方はぜひ今日家に帰ったら、あ、キミカってどんな子なんだろうっていうのをぜひ SNS で調べてみてください。あの結構最近こう知らないところでちょっとプチプチバズってるのでぜひチェックしてみてください。その中でもこの鱗が一番最初に多分私を皆さんの元へこうなんて言うんだろう、知らせてくれたというか出会わせてくれた楽曲になってます。じゃあ、何個上げてましたっけね、3つかな。このねキー設定がめちゃくちゃ大事なんですよではこれはノーリハですけども、皆さんよかったらぜひ動画撮ってください。うん、3つ上げいけますか。You got it? No? Not yet? 10 seconds. 10 seconds? Okay. I'm waiting for you. じゃあ、今日は今月多分私皆さんにお会いできるラストなんですけど、また3月4月は路上ライブも増やしていこうと思うので、箱ライブはちょっとまだ行くのあれかなって思ってても、路上ライブぜひ今日初めましての方会いに来てください。行く行く、ありがとう。行きますか。 OK、 よし、じゃあ聞いてください。今会いたい人を浮かべながら、うろこ。過ぎ去ってしまうよ、無駄なに一つも君に
ついてますのでチェックしてください。では今日は最後の曲は私の曲の中で一番愛にあふれた楽曲を歌って終わりたいと思います。聴いてください。メロディーオブラブ。I'm not afraid to die.
キミカでした。ありがとう。私のオリジナル曲で、自分が本当に一番辛い時に一番明るい曲ができたんですよ。だからその曲をね、ずっといつも自分のワンマンのアンコールでも歌ってるんですけど、今日はもしね、こう仕事帰りとかで実は今日嫌なことちょっとあったんだよなっていう人がいたら、それが吹き飛ぶぐらい元気な曲をお届けして最後終わりにしたいと思います。では本当にアンコールありがとうございます。ありがとう。もう私のキミカといえばこれっていう感じの、もう人生のテーマソングです。聴いてください。 Feel somethingFeel something, it's gonna be alright. 皆さん、今夜もありがとう。 Hey! Feel
つだけがなんて言わずに帰れだけだそう。後ろでございますので、ぜひ推しに会ってから帰ってください。ありがとうございました。